今回ね、MJ22SAZ ワゴンね、スマートキーの電池を変えても光らない。これをね、ちょっと見ていきます。まあ、ほんまに電池変えたかもちょっとわからないですが、ね、このね、底の方です。これはね、パカッと開けます。こんな感じで、蓋をね、開けます。で、プラスがね、逆になってました。ちょっとショートしてないかつけてみます。いけました。今回はね、電池を変えたんですがね、逆さに入れてた、まあ原因、電池がね、逆向きでした。これでいけると思います。